関西学院の歴史の源流はですね、18世紀イギリスで起こったメソディスト運動というのに遡ります。でそのメソディスト運動の指導者であったジョン・ウェスレー、彼が残した有名な一句に The world is my parish という、ね、一句があります。自分の働きの場所というのは礼拝堂の中に限られたんじゃないと、生活の全領域がこれが The world 世界だと。そしてもちろんその The world の中には学校が含まれるわけです。メソディストの宣教師ウォルター・ラッセル・ランバス博士によって関西学院は伝道者の養成と、そしてキリスト教主義に基づく青少年の育成のために1889年原田の森に創立されました。校門をですね入りますと右にね森があって、それが原田の森と皆さんが言う綺麗な瀟洒な赤レンガの中学部があって、5年間勉強したんです。外国の先生は全部英語ばっかし、詩を朗読させたり耳から英語を教えさせることをです習いた。先生はね時々宿舎にですね生徒を招待をして、ね、ご馳走をさせて、関西学院というのはね生徒と教師との間が非常にね和やかな関係であったというのは、ここの学校に入ってよかったなっていう。カナダのメソディスト教会が関西学院の経営に参加するようになってから学校としての発展につながっていったんですね。特に商科のカリキュラムは自己の栄達とかビジネスで成功するとか、これは大切なことなんですけど、それだけじゃないよと、つまり良いビジネスマンになる前に良い人間であれというのが趣旨だったんですね。関西学院のスクールモットーは今のマスタリーフォーサービス、ベイツ先生が提唱なさった標語なんですね。勉強するのは何のために勉強するのかと、それは己のためにではなくて人のためになるように勉強しなさい。でその精神は世界の人と一緒になって平和な人間の営みを作るという、そのためには大いに役に立つ、今でも卒業生たちの心の中に忘れられないスクールモットーになっていると思います。当時関西学院は大学の設置を目指していたわけですが、大学を設置するには、用地が狭いである、他の場所へ移転するには資金的な問題がある、この2つを解決するために現れたのが川端美佐夫さん、実業家であったわけですが、尽力により阪急の小橋一同の間で阪急が上原キャンパスを関西学院に売却し、原田の森の高地を阪急が関西学院から買収すると、こういうことで1929年に上原キャンパスに移転することができました。戦争が終わって関西学院は新生の中学部、高等部、大学として新しい一貫教育を再開しました。学生活動でもフリークラブやアメリカンフットボールの活躍は全国に知られるようになり、マスタリーフォーサービスを実践する関西学院らしいキャンパスが作られました。1960年代に日本の経済が高度成長すると、その中で学生の不満が高まってきたと。
関西学院でも大きな紛争になりました。その時に小寺太閤提案というものすごいこう豊かな内容の改革案が出されました。少人数教育、それから学部の垣根を低くするという総合コース、学生と教員が密接に交わるという学問分野に関わらず広く学べるという新しい試みを始めた関西学院大学が1970年代初めから大きく改革を進めることができたということですね。1980年、関西学院も国際化が進むようになった。来社は元駐日大使が来られて第1回のランバス講座が始まった。その後カーター元アメリカ大統領やってきまして、学生と一緒に宿泊して討論する、これは非常に学生にとってもあるいは教員にとってもですね、有意義な機会だったですね。1995年、神戸三田に新たなキャンパスが誕生しました。学際的な学びを特徴とした総合政策学部が開設され、理工学部も移転し分離融合型のキャンパスへと発展しています。その後も大阪や東京にキャンパス、ロースクールやビジネススクールなどの専門職大学院を開設、また人間福祉学部、教育学部、国際学部を次々に開設してきました。2008年宝塚の地に初等部を開設、翌年には清和大学、その翌年には千里国際学園と合併するなど、幼稚園から大学院までを擁する総合学園として大きく発展してきました。 For 125 years, 関西学院's objective has been to provide whole person education to nurture world citizens. And this objective has been important then, but even more in this 21st century.So, as we celebrate our 125th anniversary this year, we are looking forward to nurturing new world citizens, people who can have compassion and integrity, who are capable, and who can transform society. And together, we will build a better world.日本中を笑顔に、そして世界中を笑顔にできる人になりたいです。I want to become a global citizen that respects others' cultures as well as my own. 研究室での経験知識を生かし、社会に新しいものを作り出せる研究者になりたいです。国際法律を学んで、世界で活躍したいです。I want to do something for this world through volunteer work. 自分の音楽を通して、国境を越えて世界中の人々を幸せにしたいです。世界中の人々と関わることができる仕事に就きたいです。海外に出て多くの人と知り合いになりたいです。世界の人と仲良くなりたいです。多くの人々が受け継いできた関西学院のスピリットを次の世代にも受け継いでいきます。関西学院の一員として。Be a world city. Be a world citizen. 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 Be a